レベル高どうもトレインです。本日はマリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは、150cc ミラーのグラグラ火山。この部屋ね、今3時ぐらいに収録してるんですけど、まあ、ちょっと部屋の人数少ないんですけど、部屋のレート帯がね、なんか5万6万しかいないっていうね、まあまあレベルの高い部屋をね引いちゃったのでね、まあ、ここでねちょっと実況していこうかなと思います。さあどうしようかな。まあまずは後ろからでもいいからコインうまいこと回収して走っていきたいな。んー、まあこれはみんなイン走ってるから、これアウト走ってアウトのコイン回収していきたいと思ったんだけど、ガバガバなんで、ちょっと待ってそんなキワキワなスナイプされるか。まあまあ落ち着いて、まだね勝負始まったばっかりなので、まあ、ここからね始まっていくサクセスストーリー。さあとりあえずここアイテム交換しつかりとダブル交換して、うわ強っ、いいね。あコンサドーレ札幌のコマチン選手じゃないですか。お世話になっております。またね義賊さんのことね、どうぞどうぞよろしくお願いしますなんか最近昼間に会うこと多いよな、なんかコマチンさんと。やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、あー嘘やん、マジか、吸っちゃったか。いやーでもちょっとそこで吸うのだいぶ痛いな。コインが足りないからね。で前もちょっと抜けちゃってるし、なるはや戻っていきたいところではあるんだけど。さあスターを引いた。ちょっと待って、コインが全然回収できない、危ない危ない危ない。コマチン選手の鮮やかなスナイプがね飛んできてるけど、しつかりと避けていきます。うん、これはまあスター交換だけでいいかな。スター交換でショーツカッツかましながら、まあ、ちょいちょい前詰めて、イカイカはねちょっとまずいですね。とりあえずコインを回収できないと。どうしようかな、危ない危ない危ない。とりあえずこれ要因割りして、あだいぶ前近いな、これ多分前潰し合ってるな。よしよしよし、さあイカを上げ散らかしていきまして、コマチン選手を赤コーラに、で、あー潰せないか、なるほど。さあ何を引くかといったところで、キノヨンか、これは熱いな。で1位が赤さんなんだよな。じゃああの赤さんをどうにか処理さえできたら勝てそうな雰囲気はあるけど、どうなんだろう。よいしょ、あでも取られてるっぽいな。あこれいけんじゃね、全然あるよ。よいしょ、さあショートカットして、オッケー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 、1、危ない、うそー、いやまだまだだ、まだ俺にはキノコが残ってる。いけ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 、ほいジャンプ避けて、はいオッケー、1、よっしゃーオッケー、危なかったマジでしゃあ、はい本日もよろしくお願いいたします。さあ2レース目が骨骨砂漠。よいしょ、まずアイテム取って、ここは SMT 貯めていこう、最近の入りね。さあここコインしつかり取って SMT を出して、うわ前に詰めていくけどスリスト組に負けじと押し勝っていくと。よしよしよし、なんとか1位守れて、ここダブルしつかり取れないな。あーダブル取れなかったけどバナナが出てくれる、やばいな、若干なんか入力ラグがあるんだけど、危ないよ危ないよ危ないよ、スリットね、ごめんねごめんね、コマチン選手失礼いたしますと。さあなんやかんや1位守って、そうだね、とりあえずここはコイン2枚回収してしっかりとコイン10枚にしていきますと。さあショートカ組いるかな、あいっぱいいるわ、まあ、いっぱいで、しかも後ろが赤コーラを持っているとちょっと嫌な感じではあるけど、まあこのまま走っていきますか。まあ投げられそうで怖いなどっかでねこういい感じのタイミングでバナナ置けたらいいんだけど、こことかは意外と刺さるんじゃね、どうだろう、刺さんないかな、あ刺さってるっぽいね。よし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 、オッケーオッケーオッケー、なんとか守ってるね。さあここら辺にバナナ置いといて、意外と当たったらラッキーかな、どうだろう。まあさすがに当たらないと。そして赤コーラが飛んできたがしつかりと防いでいきまして、あでも3位の人が俺のバナナ当たってるっぽいね。さあコイン出た、ここでちょっと嫌なアイテム飛んできない、あやばい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 、ちょっと待って、バナナ多いバナナ多い、危ない危ない危ない、なんとかかわしていきまして、あ結構2位と3位と1位かかなり差開いてるから、割とこれ逃げ切れそうな雰囲気あるな。どうしようかな、まあ、とりあえずいいアイテム持ってるし、これを表に出しておきますか。裏に防御アイテム引けたら熱いけど、まあそんなねことは起きないとまあただねボムを置いたところでそんなに強くないから、これはもうそのまま下行って、まあ、なんやかんや走り抜けた方が強そうかな。うわやばい、ちょっと待って、これはまずい、これはまずい、うっ、あでもどうせ赤になったら関係ないけど、頼む、間に合い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 、ふっどう、ああもうもうギリギリ間に合わんかった、悔しい。しかも小町に取られたしないち悔しい次レース行きましょう。さあ3レース目はチーズランド。ちょっとさっきの部屋がねどうしても人数が増えなかったので、
部屋替えしました。まあしゃあないですね、こればっかりは。ちょっとレベル高かったからもったいないんだけど、まあ増えないことにはね、もう始まらないんで、ちょっと待って、めっちゃ押されるかも。とりあえず、回線落ちないためにもちょっと前行こうかな。で、コインを回収していきますと、コイン回収することで、マシンのスピード上がっていきますので、ここしっかりと回収したいんだけど、キノコで押されていく。どうしよっかな。あ、でもだいぶ1位抜けてるから、あぶらぶらぶら、何今の。やばい、緑コーラ飛んできてるね。まあだいぶ1位抜けてるし、いいアイテム出るんじゃない。おー、よしよしよし、これは悪くないね。で、こんなに後ろ下がってる人いたら、あ、危ない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 、なんとか落ちずに、よしよし、ジャンプでちょっとごまかし散らかしまして、まあ、さすがにね、サンダー来ると思うんだよね。降ってくれないかなぁ。あ、強っ。キンキノかぁ。とりあえずキンキノ使って、キンキノ使って、さあ、いつでも使えるようにしたいなぁって思ったんすよ。あー、もう絶対来ると思ったのに。まあいいや。まあ2位っていうポジション悪くないし、まあなんやかんや行けば勝てそうな雰囲気はあるけど、どうかな。さあ後ろから、スターが迫ってきてるけど、やばい、そのバナナ当たりたくない。よしよしよし、しっかりと避けていきまして、あー赤コーラか、悩ましいな。さあ1位が食らい散らかしてる。これは赤コーラ投げて、まあ、追撃していきたいところではある。さあキノコ落ちてるけど、もらいキノコできず、まあ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 、あーちょっと待って、それはねやばい、そのキノコ取られるのはガチでやばい。こっから追いつこうと思ったら、もう一回キノさん引かないと割とやばい気がするから、いきなりきつくなったな。さすがにこの距離だと、よし、とりあえずキノコ出たから、いや、はっ、あー、もうなんでこんなとこで一周させられないといけないんだよ、もう。何今のボールチーズ、ほんとあいつ硬すぎだろマジで。やばいやばいやばい、待て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 、頑張れ頑張れ頑張れ。うわ、赤さんいらないな。とりあえずポイッと1個投げて、引かれないように避けていきまして、おい赤コーラさん通りですよ、赤コーラさん通りですよ。お、ロキロキロキ、もらいキノコしていきまして、シャーっとちょっと前出ていきます。いや、ここで強いアイテム引けたら熱いけど、どうだ。さあ、何出る何出る。いやー、キノコ出ないと、やめて、バクスナやめて、バクスナじゃないわ、スナイプやめてな。よいしょ、ジャンプジャンプ散らかすけど、うわー、これいいか。もうあのチーズやばすぎまして。あんな挙動するねんな、知らんかったわマジで。次レース行きましょう。さあ4レース目は新マリオサーキット。まずは、あ、これコイン余ってそうだから、よし、しっかりと回収していきまして、あー、コイン余ってくれないかな。まあそうやすやすと余んないな。まあ、とりあえず、よいしょ、キノコ使って一気にね1位出ちゃいますか。よいしょ。さあコイン拾って、前でねコイン回収しといた方が多分初動は有利だと思うから、まあ、しっかりと回収していきます。まあ、とりあえず適当なところにバナナ置いたら意外と誰か当たってくれてはしないね。うん。あ、でもいいな。このバナナと緑コーラの、まあ、ダブル防御のおかげで赤コーラめっちゃ飛んできても、まあ、ギリ耐えることができるんで、まあ、このまま保持していこうかなと思ったんだけどね。あー、すぐ飛んでくるんだよな。マジで。トゲゾウちゃんが。これさ、これはさ、クリボーに当たってしっかりと軽減かましていきます。オッケー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 。完璧。完璧な、トゲゾウ軽減をかまして、なんとかね、1位を守っていきますと。さあ、後ろ適当に緑投げて、アイテムを交換していきます。ボム兵いいね。ただ、2位と3位が今、さっきめっちゃ被弾してるから、まあ、これはちょっとどうしよう。危ない。自分のバナナしっかり寄っていきまして、まあ、置いとくか。一応、やっぱ一番欲しいのは、クラクションなんで、まあ、クラクション以外だったら、まあ、交換しながら回してった方が強いかな。ほほほほ、強い強い強い。ここね、グライダーってね、ちっちゃくなってても、結構ね、スピードが落ちなくて強いんで、これは極力伸ばして、オッケーオッケーオッケー、飛距離を稼いでいきます。いや、これは割といいんじゃない？あ、しかも緑コーラじゃない、バナナ熱いな。まあ、あとはそうだね、ちょっと今のサンダーで上がってきてる組がいると思うから、トゲゾウさえなければ、まあ、割と1位は、固く取れそうな気がするんだけど、まあ、そういうこと言うとね、大体飛んでくるんだよね。もうふざけんなよ、マジで。いやー、どうしようどうしようどうしよう。これどこで受けよう。これはバナナ前に投げて、自分でしっかりと踏んで軽減していきます。いやー、ちょっと待って、近いなー。やばい、もうそれはどうしようもないんだけど。おい、あ、やばい、頑張った頑張った。いやー、さすが、いやー、ちょっと待って、1位赤さんはさすがにどうしようもないから、いや、3だ。いやー、まあこれさすがに追いつかないな。待て待て待て、回避のダメが多い、回避のダメが多い。いやー、もう踏まないでくれ。もう。いや、動きはね完璧だったからね、これで3位取れるのは上出来だと思うね俺は。次です、行きましょう。さあ5レース目は平方鉱山。まずアイテム取って、何が出るか、キノコか。まあ、キノコ引いた時はもうね、すぐに使って前出た方がお得なので、使っていきますと。さあここは SMT 貯めていきたいな。あー、たまんないたまんないけど、ぴょんぴょんとちょっとぴょんぴょんしていきまして、
よいしょ、ダブル取って、やばい、ちょっと待って、なんか変な方向向いてるけど、1位さえ守れりゃいいから。オッケー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 。さあ、なんか投げてきた。え、なんで投げてきた。え、なんで、いや、赤コーラ持ってるわけじゃないから、なんだったんだろう、怖いな。その攻めのプレイングがね、結構怖いわね。まあ、とりあえず、あ、まあ、ショート化の民が何人かちらほらいらっしゃいますが、さすがに投げるでしょ、赤コーラ。ほい、バナナ置いて、よいよし、しばき散らかしていきます。さあ、この2位をね、どうにかして処理たいんだけど、どうしようかな。あ、トゲゾウ飛んできたわ。まあ、さすがにこれは、あ、なるほどね、投げないと。ほいっと。さあ、2位しばき倒して、1位は、おぶろぶろぶろ、あー、ブレーキ間に合わないと、間に合わないブレーキ。ただこの復帰力の高さを生かして、なんとか1位を守り散らかしていく。あー、ただな、これ後ろが、なんだろう、前が潰し合ったせいで後ろがかなり有利になっちゃったから、まあそこら辺はどうにかしてね、さばききっていきたいね。さあ、一応ダブル取って、ほらほらほら、もうほらほらほら、もうとんでもないことになってるんだよこれ。前が争うとね、こういうことになるから、極力ね、争わず、なんだろう、素晴らしい感じで、なんだろう、潰し合ってった方がいいんだけど、まあこういう事故が起きると、とりあえずバックスラが怖いから、しつかりと警戒していきます。んー、どうしようかな、これ。一応ここも警戒ね。一応ここも警戒で、ここも飛ぶと、直線でね、飛びやすいポイントだから、しつかりと警戒して、オッケーオッケー。ダブル交換していきまして、いや、ここでね、あれが引けたら楽だったんだけど、キノコとかが引けてたら楽だったんだけど、まあそうね、簡単な、なんだろう、うまくはいかないと。まあ、ただ、赤2連チャンスなんで、よし、赤投げて、うわー、ここで、なんと、キノコが出てくると。さすがに追いつかないよな、これ。いや、やばい、ちょっと待って。壁当たっちゃった。うわー、赤、今のなー、あそこでキノコ出るんだったらなー、2個目のアイテムボックスで欲しかったところだけど、まあ、いいわ、ニートだね。しゃあ。はい、じゃあ次のレース、行きましょう。さあ、6レース目は、チクタクロック。さあ、まずはインを突き散らかしまして、これ1位に出れてるかな。やばい、ちょっと押さないでくれ。リンクさん押さないで、リンクさん押さないで。うわー、これ、とりあえず前、1位を守りきりたいな。よしよ、ジャンプアクションかまして、お、これは1位出たか。よし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 。このチクタクロックね、1位出るのめちゃくちゃ強いんで、まあ、初動としてはかなり完璧な部類ではあるね。さあ、ここから後ろの緑コーラとかなんやかんや警戒しつつ、さあ、バナナ置いて、いやらしいバナナ置いていきまして、ボム兵はすぐ使っちゃおう。さあ、これで後ろを爆散し散らかして、独走体制をね、作っていきます。これが強いんだよね。やっぱこのコース、独走体制入っちゃうと、もう割とね、止めづらい傾向にあるんで、まあ、かなりいい盤面は作れてるね。ただまだね、ちょっと、2、3あたりが近いから、どうにかして処理したいんだけど、まあちょっと、今、緑コーラとバナナ引いて、まあ、防御はバッチリだから、まあ、このまま走っていきたさは、まあ、正直あるかなといったところ、さあ、ジャンプかまして、ジャンプかまして、ジャンプかましていきます。まあこれはもうちょっと保持だな。さあ、トゲゾウが飛んできた。これはちょっと、あれだな。前、もうちょっと逃げたいんで、やばい!バカー!もう!バカしたー!完全にやらかした。これはオダサシングだね。やばいやばいやばい。さあ、赤コーラ投げられたけど、防いでいきまして。うわー、うわー、しかもサンダー振った。あ、でも、もらいキノコできそう。さあ、もらいキノコしていきまして、まだまだチャンスありそうかな。さあ、ジャンプアクションかまして、でかくなっていきます。さあ、ボム兵がやばいから、しっかりと避けていきまして。あー、バナさんか。やばい。お、ラッキーラッキーラッキー。パックの人をバナナで処理していきまして、とりあえず後ろにポンポンと置いていきまして、よいしょ、しっかりとダブル取っていきます。あー、最後赤にでなんとかって感じかな。とりあえず1個投げて、1個投げて通るかなといったところで、まあさすがに通る。当たってるね、当たってる、でかいでかいでかい。オッケー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 。しっかりとロングスライプかましていきまして、クソミスした割には1位戻ってこれたぞ。さあ、ジャンプアクションかまして、はい、オッケー1位、よっしゃー、オッケー。いやー、マジで落ちた時焦ったわ。でもね、しっかり勝ってね、よかったわ、シャー。本日はね、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。